それやったら天皇のもとに集まったらいいやんと思うやろ。あいつら満州系やで。満州軍閥やで。いわゆる満州皇帝いうか、その、清って書くね、清。要するに、ラストエンペラーとか、フギーね、など名の系統は、実は明人上皇。ところがね、その満州皇帝よりも格上の存在が満州にたくさんおんねん。元老院みたいな形で。それが満州軍閥たち。で、なる人以降は満州軍閥たちが来とるし、で、小室佳代も別に、あれ小室家ちゃうねんけど、まあ、小室の株使っとんねんな。小室佳代は、なる人、綾人の妹やん。で、満州軍閥、満州に残ってたけど、なんで私だけ皇族じゃないのって、おもんないわってやってきよって。それが小室佳代の正体。小室圭君、小室佳代の実の子供ちゃうねん。小室圭君は冷静系の人物。小室佳代は関係ない。ただ、小室に似た名字やったんちゃう？それやった小室と。なんかいろいろあるやん。小室に似た非冷静系の名字。やけど、小室佳代自身は、その満州軍閥だし、なる人と、ああいう人もね、小学生時代に日本に初来日しとんねん。豊田章男もそう。満州軍閥やん、豊田章男も。豊田佐吉の子孫ちゃうで、豊田章男は。だから、豊田初期から SOS 言いに来はってんから、うちが小学校時代に。ロス事件にね、門真の。そやけど、まあ、そんなの間に合わんかったね。まあ、ユニチカはね、豊田初期から見たらね、顧客に当たる企業やったけどね、まあね。神保のね。そんなカードももう使われへんし。まあ、それはもう、まあ、そう、注射ないとして。ね、ほんなら大きみ、味方じゃなくて大きみの元に集まるんやって。あの大きみ家やね。お筋家はね、島津家も預かったことあるけどね。本体は鹿児島におるわ。いつも。まあ、最前線に大きみは、いないかな。大殿院の仕事があってね。それはあるけど、うち自身は、藤原中宮冷泉家やから。いや、もちろん大きみ家や、お筋家や。でもうちはフリッグやし。藤原中宮冷泉家や。いいって。それが本来の日本の原種。そうやね。中宮が本来の日本の原種。ほんで、中国の使者を体でもてなしてて。皇后はその天皇と同じ民族かね。天皇の妹やったりしたから。それは中国の使者を体でもてなすのにせえへんせえへん。うちみたいなんが狙われとったわけやから、延々東アジアでは。東にもおった、うおーって来よったから、あいつら。で、そっから、ね、語り起こさなきゃ。まあ、まあ、うちは言ったんだけど。まず、藤原中宮が本来日本の元首でして、と。それ国会で言うわけ、まず。ちょっとハードル高いよね。大君家が実は、帝とは別にいまして。これも十分ハードル高いけどね。なんか無理やろ。間に合わへんね。